兵庫県の斉藤知事に辞職と出直し選挙を求めた日本維新の会の藤田幹事長は9日パワハラ疑惑について多くが誤情報や誇張だと述べるなど知事を追及する他党に激しく反発した維新は真相究明が先としてきた方針を転換し9日斉藤知事に対して辞職と出直し選挙を求める申し入れを行った これに先立つ記者会見で藤田氏は斎藤知事のパワハラ疑惑について確たる証拠、録音テープのようなものは出てきておらず、むしろ当初言われていたことの多くが誤情報または誇張だったとの見方を示した。その上で藤田氏は斎藤知事らを追求した自民党や立憲民主党系の会派を名指しして強い口調、話を遮る、椅子にふんぞり返る。 答弁者を指さすなど、相当高圧的、威圧的な態度で尋問するのは、適切でなかった。百条委員会の問題点として指摘しておきたいと述べた。さらに、藤田氏は、知事への贈答品について、適切な対処をしているのがほとんどだと述べたほか、疑惑を告発した文書が、作成者の保護が必要な公益通報に当たるかについても、弁護士でも見解が分かれると懐疑的な見方を、 示すなど、強気の発言を繰り返した。以下は視聴者からのコメントで、斉藤知事のパワハラ問題に限らず、維新は他にも多くのパワハラ問題を抱えた、政党なので、吉村共同代表や馬場代表あるいは、藤田幹事長等のハラスメントに対する意識が低いのは仕方がない。記事の藤田幹事長の斉藤知事用語発言にしても、 もともと維新がパワハラ体質の政党だからだと考えれば理解できると思いますただ結果として斎藤知事の言動によって自殺者が出たことは紛れもない事実でありそれを踏まえた上で藤田幹事長が発言したのならこういった政党は国民目線での政治は無理だと思うので次の選挙では維新に投票しないようにした方が良いと思います どうして6月に百条委員会の設置を議決した時に議題として公益通報保護の件を入れてなかったのかもしかして委員の誰もが3月の局長の告発文を公益通報と見なしていなくてパワハラとかおねだりとかが煮詰まってきた8月頃に焦って後付けで乗っかってきたわけじゃないでしょうね少なくとも局長が処分された5月の時点で公益通報保護法違反を訴えていたら 局長が命を落とすことはなかったかもしれないのに、その点では、前回派の議員に、不信感が残ります。個人的には、パワハラ疑惑よりも、疑惑を告発した文書が、作成者の保護が必要な、公益通報に当たるかについて、弁護士でも見解が分かれると懐疑的な見方を示した、ことで、維新は終わったと思いました。法律上問題ないと言った。 顧問弁護士のことを言ってるのだと思うけど他に擁護する弁護士なんてほとんど見たことない見解が分かれるといっても公益通報に当たるという専門家の意見の方が圧倒的に多く同比域目に見ても9対1以上の差はついてると思うそれに第三者がジャッジしたというのならともかく告発されている本人つまり利害関係者が 公益通報に当たらないという最終ジャッジをしたということは、著しく公平性に欠ける。維新の幹事長は、兵庫県知事と心中する道を選んだようです。維新は、勇気ある内部告発者を不当に追い詰めしを選ばせるような、独裁者を擁護する党である。ということですね。維新の議席って、どこまで減るでしょうか 余計な一言を添えるっていうのはこの党の理念か何かなんですかね今自身の党の立ち位置分かってらっしゃるんでしょうか無駄な一言が致命的に吊るし上げられうる状況だっていうことが「死をもって抗議するとまで言わしめた追い込みの背景に何があったかを真剣に追い求める場においてヘラヘラしたりなあなあな空気が許されるわけでもなく」 しかもそこに誠実さもなければ人情味もない機械的な応答ばかりを繰り返されたのではさすがに聞く側の誤調も強くはなってくるむしろ県民の気持ちを代弁して県議もやっているのだから背後にいる有権者の気持ちを代表すればああいう態度になるのは当然であるむしろ1回目の百条委員会に至っては少しぬるく感じたくらいです藤田幹事長 恐ろしい。こんな判断しかできない方が幹事長だなんて、元高校補助教員だなんて、県議の方がこんなことをして、お前は、ただでは済まさない、個人情報をばらまいて、いられなくしてやるなどと執拗にメッセージを送っていた、ことを、自死に追い込んだ人だと、ご存じないのでしょうか。百条委員会を傍聴していて関係していた議員は、どなたですか、の問いには、 ご本人の表情を見ていましたが、お一人の方の、目が、一瞬、斎藤知事の方に凝視されていました。ところぞく、氏名が出ないとなった時、天井を見て、大きく不可呼吸をされた。ご存じないのでしようか。市域保つ元議員といい勝負です。